皆さんどうも、ウォータローです。今日皆さんにご紹介するシュートはこれ。皆さんのプレーの幅を必ず広げてくれるシュートなんで、ぜひ習得していってください。サッカーの試合をやっていれば必ず訪れるこういったシーン、ディフェンダーを背負う。ディフェンダーを背負った時に皆さんの頭の中にシュートという選択肢はありますか？基本的にはないはずです。もちろんディフェンダー側からしても後ろ向きの状態でシュートを打ってくるとは思っていません。だからこそこのシュートが有効的になります。説明があまり長くならないように要点とやり方をやっていきます。まずディフェンダーを背負った時に注意しなきゃいけないのはボールの置き所と体の向きです。右足でやる場合、自分に対してボールが左側にありすぎるとボールを上げた時にここの長さが非常に長くなってしまうのでやりづらくなってしまいます。逆に、ボールを内側に置いてしまった場合、体の向きが右側に向いてくるためディフェンダーはこっち側を最初から警戒してしまいます。それだと上げて打ってもディフェンダーにぶつかってしまう可能性があります。できるだけ、自分の中心に置くようにしてください。ボールとディフェンダーが対角線上に並ぶように配置するといいです。ポイントとしては腕でしっかり相手をブロックしましょう。腕で相手の位置を確認することによってボールを対角線上に置くことができます。そしてもう一つ、できるだけ体の向きを正面より左側に向けるようにしてください。ディフェンダーにこっち側に行くぞっていう意識を植え付けます。その意識を植え付けた上でボールを反対側に上げてボレーで打つというわけです。それではやり方の解説をしていきます。まず足の裏でボールを捉えてください。次にボールをまっすぐ引いてくるんですけど、引いてきた足にぶつかるように強く引いてください。今ボールが足に当たった瞬間にピョンって跳ね上がりましたよね。まだ高さが足りないんです。それと上がる場所が、真横すぎてボールがすごく打ちづらいんですよね。それを改善するために当たる瞬間に足首をゴールの方に向けるように煽ってきます。そうすることによってボールが高く上がって前目に浮かび上がってきます。どこに当てて足首を煽ればいいのって言いますと、親指です。引いてきたら親指に当てて足首を返してくる。そうするとボールが前に浮かび上がってきます。次がすごく重要です。浮かび上がってきたボールに対してボレーで合わせるんですが、このボレー実は助走がないんですよね。本来強いシュートを打つためには助走が必要ですよね。だけどこれは上げた瞬間にすぐ反転してシュートに持っていくといった技術なんです。普通にね、助走をつかないで蹴ってもなかなか強いのって蹴れないですよね。ではどうやって助走のない状態で強いボレーシュートを打つのかと言いますと、助走の代わりに遠心力を使って蹴ります。親指に当てて足首を煽って反転するときにかかとを軸にして自分をコンパスのように回してきます。この遠心力の反動を使ってボレーシュートに結びつけるわけです。失敗例はボールを上げたときにここで止まってしまう。そうすると、遠心力が失われてしまいます。必ず上げたと同時に一連の流れで打ってください。そうすることによってシュートまでのモーションも速くなってディフェンダーも取れないし、強い弾丸のボレーも打つことができます。それでは要点まとめてやってみますね。しっかり腕でブロックしてボールを対角線上に置く。ここからやっていきます。あとはドリブルの流れの中から行うこともできますね。より一層ディフェンダーにこっち側の意識を植え付けて打つと、例えばこういうふうにこっちに運んでこっから入ってみたいなやり方もありますね。
縦に侵入した時に相手のディフェンダーもくっついてくるので、そうするとここにぽっかりシュートコースが開きます。そこにめがけて、といったイメージです。ボールを持っている選手がゴールに背を向けた状態でシュートを打ってくるって思う、ディフェンダーとキーパーって基本的にはいないんで、その意表をついてやってみてください。ミートすれば必ず決まります。といった感じで解説終わりたいと思います。今年はね、いろいろなキックとかいろいろなドリブルの、チュートリアル動画いっぱいねアップしていきたいなと思ってるんで、皆さん今後ともよろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。バイバイ。